なんだよ、食料まで？ありがとう、生き返ったよ。でも大丈夫か、こんなことをして。赤くなりやがって、混ぜたガキ。俺はケンシロウ、ケンって呼んでくれ。君はなんて名だ？うん、無理だよ。そいつは心を閉ざしちゃって喋らねえんだ。喋らない？リンは家族をさ、目の前で殺されちまったんだ。その時のショックでこの子は口を聞かなくなっちまったんだ。まあ村じゃひでえ扱いだ。今の世の中ガキなんて本当にかわいそうなもんさ。まあ言っちまえば生まれた時代が悪かったってことよ。悪かったよ。そんなに睨むことねえだろ。悪かったよ。辛いか。この子の幼い目は多くの地獄を見てきたろうに。大丈夫、動かないで。おまじないをしたのさ、喋れるようにな。ふざけたこと。あとは彼女の心次第だ。心の叫びが言葉を誘う。